願いします。 YouTuber の青木かのんです。生年月日が1992年の8月13日生まれです。獅子座です。獅子座血液は、O 型ですね。見えますか？あ、見えます。子供の頃の夢が、なんだっけな。あ、親の目の前では当時やってたから、プロ野球の選手になりたいって言ったんですけど、実際思ったのがダムの工事のおじさんで、ダムがすごい好きな少年だったんですね。理由、あ、めっちゃ大きいじゃないですか。あんな大きいの人間が作れるんだ、みたいな、その頃から思ってて、もしその湖に落ちたら自分どうなっちゃうんだろうなって想像するのがすごい気持ちいいんですよね。120メーターぐらいあるんじゃないですか、ダムって。深さ。いいですよね。当時家にタウンページがあったんですけど、タウンページって、なんか、会社の電話番号とか載ってるじゃないですか。で、私が調べたのが、奥多摩っていう東京の一番西端にある、ダムで結構大きくて、そこのダムの管理センターに私電話したんですよ。小4の頃。そしたら出てくれて、今ダムの深さってどんぐらいなんですかって、どんぐらい水溜まってんですかって聞いたら、今92メーターぐらいですねって言われた時、もうめちゃめちゃ嬉しくて、あ、これは絶対気持ちいいんだろうなって思ってました。なぜ YouTube を始めたか。2014年の頃にチャンネルは開設してるんですけども、その前に、男の子として、なんかライブ活動とかしてたんですよね。歌を歌う。対バンっていうか、なんかいろんな複数のアーティストさんが出るライブに私も出演して、なんか一人何十人呼ばなきゃいけないみたいな、なんかノルマがあって、私一人も呼べなくて、なんか友達呼んじゃいけないみたいなルールで、ゼロですよ。すごく悔しくて、周りの人たちはなんか10人、20人呼んでて、私だけ自分のお客さんいないっていう。まあ、そうだよな。それがきっかけですかね。もう人を呼べるようになるには、もう有名にならなきゃいけないよね。もう結構、単純な理由からだったんですけども、なんかいつの間にか YouTube の方が楽しくて、今は、そっちがメインになってます。最近はどんな、生活をしている。どんな生活なんだろう。朝8時半に起きて、いや違うな、最近7時半に変わったのかな。あ、ちょっと待ってください。7時半に起きてからメールチェックとか、メールチェックをして、あとは YouTube にいただいたコメントとかも見ています。そっから朝ごはん食べて、身支度して動画を撮るのが10時ぐらいか。10時まで終わらせてるか。あの、部屋撮りだったら、部屋撮りって基本的にもう早朝にやっちゃってるん ですぐに編集に入って、終わるのが夜の7、8時。長いやつだったらもうほんと夜中までとか。こんな感じですかね。もう、で、動画出さないと食べれないんで、そうなっちゃいますけど。まあ今もそれと戦ってます。いつ自分がオワコンになるかわかんないんで。もうすでにオワコンかもしれないし。いや、わかんない。お給料は何に使ってるかですか？え？家の仕送り。やっぱ実家に仕送りがまず一番の優先でしょ。その後、編集マンにお給料。なんだろう。スマホケース買ったりとか、あとは動画の撮影費用とか、ロケにかかるお金とかですかね。あとバンドにかかるお金もそうだし、それ以外で何使うかって言ったら、やっぱり、交際費とか、打ち合わせとかでご飯食べに行ったりとか、いろんな
はい、使い方をしてます。でもちゃんと貯金もしてます。引っ越すならどんなとこがいい？もうこれね、もう私が言えるのはちょっと静かめな住宅街とかよりは大通りに面したガヤガヤしてるところに住みたいですね。マンションとか静かすぎると怖くないですか？あ、怖くない？え、どうですか？怖い、怖くない？怖いですよね。で、なおかつそのマンションの下にコンビニがなんかくっついてるやつ、あれ便利だなと思って。だってエレベーター降りたらすぐコンビニって便利ですもんね。うるさい方が、なんだろう、賑やかな方が私は好きです。で、今住んでるマンションもすごいあのガヤが周りがしてます。なのでめちゃめちゃなんか安心して眠れるっていうか、その寝る時も私電気つけっぱなしで寝るんですよ。部屋の明かり全部つけて。え、もったいないですか？いやー、昔からですね、私そう、それ慣れないですよね。幽霊とか別に全然信じないんですけど、なんか明かりないと安心して眠れないんですよね。もうそれはもう十何年もそういう習慣なんで仕方ないと思うんですけど。で、実家帰ったらもうお母さんと一緒に今も寝てます。あ、マザコンなんで。え、 YouTube やって楽しいことは、それはもうなんだろう、視聴者さんからの反応があることが一番楽しいっていうか、もう快感、結局そこに行き着くと思うんですよね。あの、お金とかももちろんそれは生きていく上でめちゃめちゃ大事だと思うんですけど、反応なかったらね、何も始まんないんで、コメント来るの快感、見られるの快感みたいな。それって多分どの YouTuber も少しはその気持ちがあるんじゃないかなと思ってて、なんか私なんかやれば全然ね、超人気の人とかもあると思いますよ、そういう気持ちは。だ、麻痺してくるっていうのはあるかもしれないんですけども、なんかそこを麻痺しちゃったら、例えばちょっと今日コメント少なかったなみたいな思った時にショック受けるんで、私はもう来ないもんだと思って動画出してます。そうすることで来た時の嬉しさがなんかずっと新鮮な感じで体感できるんで、そうやってます。最近あった辛いこと？辛いこと？なんだろうな。あー、辛いことは、この前私、風邪ひいたんですよ。家から出れないじゃないですか。もう体だるいし。Uber Eatsがあるんじゃないか。うわ、これめっちゃ美味しそうみたいな中華料理屋さんあって、それ注文してプラスサイドメニューで私が大好きなココナッツジュースをカートに入れて注文したんですよ。そしたらココナッツジュースが入ってなくて、めちゃめちゃ落ち込みました。好きな食べ物は、好きな食べ物、プリンですね。フィリピン風プリン。日本のプリンと違うところは少しチーズケーキみたいな感じの食感、めっちゃ甘いんです。美味しいんですよ。ちょこちょこ動画に紹介してるんですけども、めっちゃ美味しいです。食べれるところ、え、フィリピン食堂とかあるじゃないですか。私のおすすめのお店が、赤羽にあるネネスキッチンっていうところ。なんかめっちゃ LINE 来んだけど。あ、今見ていいですか？大丈夫ですか？あ、今見ちゃダメ。すいません。そこのプリンが、ほっと濃厚で、なんか、私の、ママのプリンと、本当に変わんない。そういう味ですね。もうお袋の味がいつでも食べれるっていうお店です。おすすめです。YouTube やって辛かったこと。あの、そんなん、毎日ですよ。ああ、毎日ってのはそれは、再生回数が伸びないこと。でもそれって戦いだと思ってて、たまに伸びるからこそ、
喜びもあるし、さっき言ったようにそのずっと再生回数バンバン取ったらそれに麻痺して頑張らなくなっちゃうんじゃないのかなって思うんですよね。私そういう自分の性格わかってるんで、現状に維持したいけどしないようにしてる、なんか狭間で生きてるからこそ、毎日むしろ辛い方がいいかなと思って、ずっと楽しかったら楽しいってことを感じれなくなっちゃうような気がする。え、また来てますけど、これ何ですか、出ちゃうんですか、マジですか、後で確認、了解です。これからの夢は、これからの夢はまず年内に登録者数30万人が目標、もう近い目標、あ、目標って言ってる、私そう夢って言わないんですよ。夢ってさ、あの叶えたらいいなとかさ、できたらいいなっていう、そのなんだろう、願望に近いと思ってて、これね、あのめっちゃ口うるさく聞こえちゃうかもしれないですけども、私はなんか実行の方のマインドで考えてるんですよね。なので目標っていう、もう必ず到達するっていう前提で話しちゃう。まずは年内30万人登録者で、来年は自分の、今までになかったぐらいの大きいイベントをやりたいですかね。それ以外ないか、ない。だってもう毎日がなんだろうな、自分にとって発表会にみたいなもんなんで、今こそあれですよ、 YouTube ドリーム、あ、全然面白くない、言い直した方がいいですかこれ、あ、言い直さなくていい、ありがとうございました。あ、カメラに向かって YouTuber の青木かのんの、インタビュー動画でした。